欧州投資銀行は欧州連合のバランスの取れた発展に寄与し、域内における経済、社会の結合を強化させることを目的として活動する有識官。1958年発行のローマ条約によって設立された。本部はルクセンブルク市のキルヒベルク地区に置かれている。欧州投資銀行は EU 域内における産業や 中小企業の国際競争力の向上、環境保全、エネルギーの安定供給に貢献する事業や、ヨーロッパの統合に資する基盤整備に関する事業に、対して、融資を行っている、いわゆる政策金融機関である。EU 域内における中小企業支援は主に、中長期融資が中心であり、リスクキャピタルと保証業務については、欧州投資銀行と、 EIB グループを形成する欧州投資基金が担当している。またその一方で EU 域外においても途上国での開発援助や融資を実施しており、その範囲はヨーロッパの EU 非加盟国にとどまらず、アフリカ、ラテンアメリカ、中東、アジアなど世界中に及んでいる。欧州投資銀行は法人格を有しており、EU 加盟国は 欧州投資銀行に共同で出資しているが、財政上は EU から独立している。欧州投資銀行は EU 加盟国の出資を受けているが、各国の出資額は国内総生産の規模を基準として算出されている。ありがとうございます。